皆さんこんばんは、メリちゃんです。今日はシクラメンイリュージアを使ってリングバスケットの寄せ植え作っていきたいなと思って、ちょっとね古いリングバスケットなのでちょっと中のヤシの繊維をちょっと取り除いて、ちょっとなんだっけこれ、麻布を引いて、でビニールシートを引いて、やっていこうかなと思います。はい。でなるべくね、そうヤシの繊維だとどうしても土の入る量が少なくなってしまうので、であと乾燥しすぎるのでちょっとビニールを入れて乾燥しすぎないように、どうしてもね、全方向から水分が出てってしまうので、そのままだと、なのでビニールで穴を開けたビニール入れてやっていこうかなと思ってます。で使うのがシクラメンのイリュージアとアリッサムとブラキカムとヒューケラーとあとなんだっけ白いカラーリーフね、シルバーリーフっていうか、そこら辺を使っていこうかな。株分けできるリーフは株分けしたりしながら、とリシマキアオーレアも使うかな。でこうやってビニールを敷いてやっていこうと思います。で最初にビニールを敷いた後に下のところにねヤシの実チップ、をちょこっと引いて、その上に土を入れて、土は再生土に、カヌマとか、腐葉土とかも混ぜたかな。混ぜて、ちょっと肥料とかね、虫除けとか、ニームとかも入れた肥料、土ね、を入れてやっていこうと思います。で、シクラメンと、アリッサムはあまり根っこを崩さない感じで、アリッサムとか根っこをいじるの苦手なんで、でもどうしてもリングバスケットなので土の入る量がね少ないじゃないですか。なのでなるべくそれ以外の土を減らしてもね大丈夫な種類ヒューケラーとかね、そういうものから土を減らして入れていこうかなと思って、アリッサムとかは本当にね下手に植えると植えてすぐダメになってしまうこととかもあるので、なるべく土を落とさないように。でもね最近今回植えたやつでもねアリッサムもそうだしブラキカムもだけどヒューキラもそうかな、あんまり根っこが回ってなくて、根鉢がしっかりしなくて、ちょっと上の方の表面の土ほぐそうと思ったらもうポロポロポロって崩れちゃうような土があまりねちゃんとしっかり根が張ってないものがあったりとかするので、ちょっとね気をつけないとその後の成長、下手になんか大きなところに植えてしまったりとかねすると、根腐れしたりとかねしやすいんじゃないかなと。あまりまだ根が育ってなかったので、ちょっとねこれ今後の成長をちょっと気をつけてみて、いいか水管理、あまり水をやりすぎないようにちょっと気をつけていかないとなぁとは思ってるんですけど、なんかね、そうちょっと頼りないなぁって感じの、ないちょっとね表面上見ただけではちょっとわからない部分もあったりするので、ちょっとさすがにね売り場でこうポットから抜いて根っこをチェックするわけにいかないじゃないですかなのでちょっとわからない部分もあるんですけど、どうしてもね上の花つきとか葉っぱの量とかそういうのを見てしまうので、そこら辺はね気をつけなきゃいけないんですけど、そんな感じでこういうねヤシの実チップを引いて土をちょっと入れて、そこから上に植えていって、で隙間に土をね内側と外側から入れて、また表面最後これ撮影するの忘れたんですけど、水入れようと思ったら水がダーッと溢れてきて、あ表面に水苔とか引かなきゃいけないわと思って水苔引くの忘れ用意するの忘れてたので外したねヤシ、
なんていうの、ヤシの実の、繊維、うん、を土止めにね、土止めに使って最後押さえたんですけど、そうそうそう、それもリングバスケットならではっていうかね、こういう携帯ならでは、土をなるべくたくさん入れたいので、ギリギリまで土を入れるので、上の方まで水やりするときにダーダー流れてしまうので、ね、それを防ぐためにどうしても上から蓋というかね、土をこぼれないように水苔だとかそういうマルチングみたいなねのをしなきゃいけないので、うん、それをやるのを忘れたので後からやったんですけど、そうそうそう、まあイリュージアも表面の土を落としてちょっと黄色くなった葉っぱを取ってっていうぐらいの処理で、根っこはそんなに崩さずに、うん、やっていきます。これもね、小さなポットであれなので、苗は小さいんですけど、うん、まあね、シクラメンなのでそんなに横に広がらないので、このまま多分成長してこれからそんなに大きくはならないと思うんですけど、じわじわしかね成長しないので、まあまたね、夏越しがうまくできるかわからないんですけど、まあまだとりあえずね、花が咲いてる間、うん、元気にね成長してくれたらなと思って、またリングバスケットとか寄せ植えとかでね、ちょっと注意しなきゃいけないのが、どうしても苗物をギュギュッとね、こう狭いところに寄せ集めてギュギュッと植えるので、土を入れるとき、足してかぶせるときとか、隙間に入れるときとか、上からマルチングするときとかに、葉っぱをね、こう下に埋め敷き込まないように、うん、葉っぱを土の中に入れてしまったり、マルチングにの上の下に敷いてしまったりしないように、上に出すように気をつけてやらないと、どうしてもその下敷きになったところが水分が入ったり、その水やりとかしてね、そこで水が溜まってやっぱカビやすくなったりとかするので、葉っぱをなるべくちゃんと外に出すように、うん、それは特に下の方のね、下葉で邪魔だなと思ったら、もう邪魔で敷き込みそうだなと思ったら、もう取ってしまう葉っぱを、下葉をね、っていうのもありかな、うん、と思います。とにかくそういう感じで足元でカビないようにそうそうそう、そういう感じでそういうのに気をつけて埋めないようにね、うん、作っていこうかなと思います。で、順番に、まあこれはイリュージアはとりあえず3個あるので3点、あとは2ポットずつとかなので、適当にランダムにね、うん、ばらけた感じでやっていこうかなと思います。うん、で、また全然話は変わるんですけど、先日ね、娘とね、推し活をしてきまして、うん、まあ刀剣乱舞、あ、ミュージカル刀剣乱舞、うん、の公演がやってまして、まあライブみたいな感じかな、舞台はな、なんていうの、演技するところはなくて、ずっと歌と、うん、そうそうですね、ライブがねそうそうそう、それを見に行ったんですけど、それに大体に毎年あるのなんで、まあ当たればって感じで、うん、毎年でもないか、まあ行けたり行けなかったりで、そうあれなんですけど、まあで今回は最初に東京を生で見た場所と同じ場所だったんですよ。で、それが4年前、5年前ぐらいに行ったんですけど、で、なんていうの、こう、コンサートホールとかじゃないので、段差がついてなくてね、こう、全部、体育館みたいな感じで、こう、平らな、ところなので、立って、みんなが立って、こう、わーって応援してると、もうなんか、あんま見えない後ろの方なのでね、うん、後ろの方ってそんな後ろの方でもないけど、まあ全体から言ったらちょっと前の方なんだけど、でもちょっと中途半端に中途半端な席だったんですよ、うんうん、なのでちょっと見にくかったんですけど、みんなが座ったら見えるんですけど、立ったら見えないし、娘なんてもっと背が低いので見えなかったと思うんですけど、まあまあまあ、でもしょうがない、それはそれで
スクリーンがあるのでそれを見たりしてっていう感じで、うん、まずその会場に向かうのにね、ちょっと家からは離れてるので高速使って行って、私が運転してね娘は高速運転できないので、うん、絶対無理って言ってるので、うん、で行って、で会場を着いてすぐにあのグッズを買う列に、昼の公演だったんで私たちが、うん、昼午前中着いて、でグッズをもう販売開始している時間だったので行って並ぼうと思って、で行って向かってる時に、なんか車から降りて向かってる時、なんかなんていうの、遠目のお宅とは違う雰囲気の人たちがいっぱいいて、なんか、うん、黒い服でサングラスみたいな男の人とかね、うん、いて、あれなんか雰囲気違うよねって言ってたら、なんか他のイベントもやってたみたいでなんか、あ、違うのを見に来た人たちもいたのねって思って、まあそうですね、大きいところなので、そう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 、でグッズを並んで買って、んで割とね買って並んだら、もうトイレ行きたいねって言って、あの行こうとしたらトイレ行ったんですけど、もう結構ギリギリで、開演ギリギリで、急いでくださいみたいな感じで言われながら入って、ギリギリ本当にギリギリ、うん、暗くなるギリギリに入ってもっとね、あの思ったよりもそのグッズを買うのに手間取ってしまって、うん、あの並んでたので結構ね、まあ仕方ないんですけどね、うん、でもまあ買えたので良かったんですけど、でまあ見たんですよ。で一応ね、娘とうちわを作ってね、娘にデザインしてもらってうちわをね、あの持って行ったんですよ。で推しのキャラクターのそれぞれね、娘と私のうちわを持って行って、で見てて、なんかファーストタイム降りてこう通路とか通ってきてくれるんですけど、うち私たちの席は通路から6番目とか7番目、本当に通路と通路の間、真ん中の席だったね。どっちの通路も遠かったってか、近い、通路使う、通ってくれたら近いんだけど、一番。うん。だけど、通路側の席ではなかったのね。うん、真ん中ら辺の席だったのね。どっちの通路も遠いなーって思いながら、うん、うん、見てたんですよ。うん。でも、一応ね、推しが来たらこう、見てほしいので、こう、うちわをね、アピールするじゃないですか。ファンサーが欲しいので。で、やってたら、私の推しのね、子がね、見つけてくれてね、あーって手振ってくれて、あ、ファンサーもらっちゃったと思って。そう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 。もうね、おばちゃん大満足って感じ。そう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 。なかなかね、誰がこっち側に回ってくるかとか、あんまり来ない、こっち側に来なかったねっていう人もいたり、なんかやっぱり広い会場なので、こうあちこち、何十人も行って、あちこち回ってはくれるんだけど、どうしてもね、全通路を通ってくれるわけじゃないので、うんうん、どうしてもね、あんまりこっち側来なかったねっていう人もいたりするので、まあとりあえず、ね、近くで見れるだけ、ありがたい、生で見れるだけでもありがたいので、まあしかも、ね、娘と一緒に行けて、ね、帰りもね、感想を言いながらね、娘と。そうそうそう、楽しく推し活できてね、よかったかなと思って。そうそうそう、グッズ買うのも一人じゃないので、娘と並んで、そう、なんか喋りながら待ってたりとかね。うん、そう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 。そういうのはできたのでよかったかなと。まあ、とにかく、そうね、娘も私もね、元気でいたらまたね、参加することができたらいいなと思って。そうそうそう。ね。なので、そういう楽しい時間をね、うん、増やしていきたいなと思ってるんですけど、こういうね、カラーリーフはちょっとね、株分けできたりするので、こうやってね、左右にグッ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 と振って、優しく引っ張りながら、左右に振って、分けて、で、それぞれ、隙間にね、入れて、そうそうそう。バランスを見ながらね、そう。なるべく、単調にならないような感じ、なんていうの、うん、な感じで、まあ、いろいろ、考えて場所を、そうそうそう、入れて、で、あとは、そうですね、こう。もうこれだけで、ね、かわいいお花と、カラーリーフと、
一緒に集めて植えるだけでもう可愛いので、うん、そうそうそう。で、これ隙間に一個だけ、残ってたリシマキアオーレアを入れて、完成、あとは土を入れて完成っていう感じかな。うん。11月に入って、ハロウィンが終わったのでね、ハロウィンの、飾りを片付けて、で、クリスマスのね、飾りとか配置にして、うん、ちょっと変えたんですよね、いろいろね。で、玄関の中でね、育ててたシクラメンを玄関前、に出して、で、クリスマスの飾りとか飾って、そう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 、もうなんか、シクラメンっていうだけで、クリスマスっぽいじゃないですかね、飾りとしては。そうそうそう。なので割とね、玄関前シクラメンだらけになってるんですけどなんかね、うん、今年はちょっとねシクラメンが可愛いなと思って、どうしても夏に全滅してしまったので、うんうん、その分買い足してしまったんですけど、まあビオラとかも、うん、まだこれから、ね、買うと思うんですけど、そうそうそう、まだこれからね、何、佐藤さんのね、ビオラとかまだ、この、こちらの地方ではまだ出てないので、そこら辺も徐々に出てくると思うので、まあ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 、余力を残しつつですね、うん、まだまだ、買うと思うので、あまり今から先走って、あれもこれも買って、ね、買えなくなると困るので、うん、余力を残しておかないといけないので、うん、そうそうそう。なので、まあ、今とりあえずね、買ったものそれぞれ、植えたりね、うん、寄せ植えしたりして、ね、かわいいねお花はね、もう寄せ植えしてると楽しいので、もうね、どんどん、どうしても寄せ植えすると花材がたくさんいる必要なので、買っちゃうじゃないですかなのでどうしてもね、秋から冬、うん、この時期はね、どうしてもお花は増える時期なので、買ってしまうと思うんですけど、まあ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 そう、楽しくね、うん、このガーデニングシーズンを過ごしていきたいなと思って、うん、あまりね、あまり我慢しすぎるのもいけないし、まあまあ、うーん、難しい。バランスは難しいですけどね。そう。ラナンキュラスの方もね、芽出し始めて、どれぐらい経ったの？一週間ぐらい経ったのかな？現在ね。今現在で。で、録音時点で。で、ヘスティアとムーサが芽が出始めたので、徐々にね、みんな出てきてると思うんですけど、芽がまだ出てなくても、根っこが出始めてるね、もう出てる子が多分いるので、球根とか、ポットに例えば、植えて、うちは芽が出るまで、とりあえず、ああいう、花園でね、ポットに植えとくんですけど、そうするとなんか、水やったりするので、土が流れて、こう、球根が、の頭が出てくることもあるんですけど、それも、それ、プラス根っこが出てくると、根っこがこう球根を持ち上げる、こうグググッとことがあって、で頭が出てきちゃうことがあるので、また追加で上にちょっと土をね軽くかぶせたりするんですけど、なんかそういうのを見ると、あ、なんか根っこが出てきたからちょっとこれ上がってきてるのかなと思ったり、だから多分土の中で根っこ出てるんじゃないかなとか、見えないんだけど想像するんですよね。そうそうそう。で、そういう成長が見えるとね、ちょっと嬉しいので、うん、そういうのをね楽しみにやってるんですけど、まあ、まあ、まだね、ほんのちょっと見られただけなんで、まだこれから、定植するにはまだ時間かかるんですけど、これやっぱり葉っぱが何枚かね、大きい葉っぱが何枚か出てきてからじゃない、4、5枚出てきてからかな、定植するのはと思ってるので、うん、それまではあれなんですけど、種まきしたのも、まあ、双葉が出て、本葉が出始めてるのもあるけど、でもほとんど、なんかまだ芽が出てない子もいて、全然、うん。なんか、まあね、
種類によってね、メガネでもすごい遅い種類もあるし、まちまちなんで早い子もいたり、まあ、そこら辺はあれなんですけど、まあ、ちょっと気長に待っとうかなとは思うんですけど、あとは冬越し、室内避難とか玄関の中に避難する子たちを植え替えて、室内に入れる冬越し準備をするものもぼちぼちねやっていかなきゃいけないので、まあ、ちょっとね、本当に朝晩寒くひんやり、して涼しくなってきたので、蚊もねあんまりほとんどいない、まだちょこいるにはいるんですけど、だいぶいなく、11月に入ってねだいぶいなくなってきて、虫除けはするほどではない、しなくてもいいぐらい、それでもまだいるはいるけども、だいぶ寒いのでね、力強くこう飛んでこないっていうかね、フラフラしている感じなので、で、なんかね、カマキリとかも、だいぶお腹大きいカマキリがね、ちょっと、何日もね、同じような場所にじーっとしてたりしてね、どこで卵を産むの、思うか考えてるのか、ちょっとだいぶ体力もね、寒くなってきて、衰えてきたのかなと思いながら、冬に入ってきてるんだなと思いながら、そういうのを感じたりとかね、しながら。そうなんですよ。で、まあね、冬越しの準備もしなきゃいけないし、まあ順番にですね、いろいろね、多肉植物もちょっとだいぶスカスカしたのをちょっとね、手直ししたいなとか、いうのもあるし、まあやることはね、いくらでも探せばあるので、まあ時間を、やりくりしてうまいことね、そうやっていかなきゃなと思うんですけど、そうですね、こんな感じでできてきて、これも花はちょっとね一箇所に真ん中に集中しているとちょっと周りが寂しいのでちょっと散らす感じで周りとなじませて、はぐみの逆っていうかね、こう散らしてナチュラルな感じにして、で、あと、まあ、あとでマルチングをして、水やりをして、しばらくはこの平らな状態で飾って、まあ、なんかね、縦とか斜めにこうね、立てかけて飾ってもいいんだけど、まあ、下に、置いた状態で飾っても可愛いかなと思って。まあね、可愛いな。こんな感じで、こうパラパラっとね、散らす感じで、全体的に、なじませて、完成っていう感じですね。もう、あれですよね、イリュージアがね、もうやっぱ主役なので、イリュージアが、の可愛さが引き立てばいいなっていう。イリュージア可愛いっていうのが、わかればいいかなと思って、こんな感じで。可愛いですよね。このね、真ん中ピンクが濃くなってるのがまた可愛いじゃないですか。ひらっと開いて、真ん中が濃いピンク。可愛いよね。なので、まあ、これをね、なんとか、完成っていう感じですね。可愛い可愛い。まあ、これで、根がね、落ち着いてね、うまいことみんな成長してきてくれたらいいかなと思うんですけど、まあ、これからね、成長をね、見守りたいなっていう感じですね。可愛くできましたっていうことで。完成。なかなかね、まあ、作るのも楽しいし、こう、どういう配置にしようかなって考えるのも楽しいし、やっぱり、ね、寄せ植えは楽しいなと思って、いろんなものにね、寄せ植えしていきたいなと思っています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。またねー。